どうも、ピアキングです。今日はスーパーマリオメーカーワンダー。あ、今何て言った？スーパーマリオメーカーワンダーとか言った。なんだよそのゲーム、新しいゲームを作るんだよ。スーパーマリオワンダーの続きパート4をやっていきたいと思います。で、前回はこの何でも屋に行って終わったから、今日はこの右側にあるこのステージからだね。吹き矢に登って吹き矢の巣で、超どうでもいいことなんだけど、最近ヨギボーでネックピローを買ったんだよね。で、その時に知ったのが、僕ずっとさ、ヨギボーのことをヨギーボって言ってたの。恥ずかしいと思ってじゃあここ、あ、こいつが吹き矢か。え、これで、あああれなくなるのかい。いや、てっきりさ、これなくならないと思ってた。これプルプル揺れてるけど、ヒップドロップしたら、あ、特に何もならないか。何やってんだ。そろそろ真面目にやろうか。最初から結構大真面目にやってるんだけど、すいませんね、下手くそで。まだね、操作に慣れてないところがあるんですよ。で、バッジを付け直してきた。バッジをこの壁登りジャンプっていうのかな、まあ、こっちの方がね、やられる確率が少なくなるかなと思って。右下の派手な怪しい、特に何もならない。左上は10コイン見つけたね。まあ、このコースはね、10コインが3つある。まあ、どのコースもそうなんだけど、それをね、なるべく全部集めていきたいと思います。投げる。で、右、うーわ、あの右の方すげえ怪しい。あっちを叩いたらさ、10コインが出るとかそんなことはねえかな。まあいいか、一旦このまま進んでってなかったら戻ってみようか。で、これも左を叩く。このね、フラワーをね、叩くのも結構大事なんですよ。この子がね、10コインのありかとか示してくれる時あるもんな。で、たまにワンダーフラワーを出すみたいな。おいおいおい、上になんかあるな。こっちはびっくりした。そうでしょ、僕が一番びっくりしてるけど。で、この次はやっぱり10コインあるね。こういう隠しブロックとかから出るワンダーフラワーじゃねえや、10コインもあるから、なるべくね、散策していかなきゃ全部見つけれないと思うんだよな。え、これ何？泡？え、この泡って何？うわ、面白い。え、この泡でさ、もしかして敵を全部一掃できるみたいな。しかもフラワーも叩くこともできるよ。うわ、新しい。結構さ、こういう新しい要素がどんどん出てくるから、やっててマジで楽しいわ。ここも出てきた。こんなところの隠しブロック叩くなんて結構運がいいんだろうな、僕。で、これはもう壁登りジャンプしていこうか。これね、マジで便利だよ。ほらほらほら、どんどん上に行けちゃうもんね。レッツだ、登ります。で、ここはヒップドロップして何か出るのかな。あぶね。今絶対あのトゲに当たると思ってた。おお、もうこんな絶対楽しいじゃん。え、このままどんどん上に行っちゃっていいの？それともこの泡の下に10コインがあるとか。ヒップドロップで、ちょっと待って待って待って、あ、やばい、置いていかれる。もう楽しすぎて目が線になっちゃって何も見えねえ。このステージめっちゃいいね。この泡をね、ずっと持っていきたいけど、ボス戦とかだったらどんな役割をしてくれるんだろう。泡で攻撃できんのかな。多分これで10コインは全部集まったよね。ちょっと見てに。いや、10コイン1個ないわ。この先は、うわ、ないか。やっぱりステージが進むにつれて1回で集めきれなくなってるね。多分ね、この中間ポイントの後からめちゃめちゃ怪しいと思うんだよね。このさ、花があるじゃん。この花を全部咲かせなきゃ。あー、やっぱりそうかそうか。これで10コインゲット。さあ、無事ね、10コインと芋も全部集めたところで上に進む。で、この左のパックの取り巻きを倒せばいいのかな。こっちは何なんだろう、ステージかな。なんか上にまだ進めるところあるけどね、砂浜みたいだ。モックモック鉱山へ。え、右は、右もなんか行けるところ。あ、行けないか、こっち。なんか進めないよな。ジャンプができる。初めて知ったんだけど、マップ中でジャンプができるんだね。じゃあ、モックモック鉱山行こうか。新しいところだね。っていうか、こっからワールド2なんだ。てっきりずっとワールド2と思ってた。さあ、モックモック鉱山に来て。クッパジュニア。金山、いい眺めだぞ。やっぱり左に自明して正解だったな。で、クッパジュニアを倒していけっていう感じだろうね。うわ、でかいでかいでかい。マップがめちゃめちゃ広大だね。ワールド2モクモク鉱山。そして上に何でも屋みたいなのがあるの。モクモク鉱山に着きましたね。この頂上にグランドシードがあるはずです。うう、寒がりな私には寂しい、違う、厳しい道のり。そうですね。
ごめんなさいね、こういう読み間違い結構あるんですよ。 L でいつでも地図は開けますよ。さあ行きましょう。寂しい道のりってなんだ、寂しい道のりって。で、この上に行く。で、これは、あ、なんでも屋じゃないのか。黙々鉱山、ふもとの山小屋。これさ、この前やった時、確かグランシードもらえたよね。グランシードだったっけ？ちょっと名前がね、もう一緒になって忘れたってるんだけど、もう芋がもらえたような気がするんだけど。ここは、登山好きが宿う異界の山、黙々鉱山。山中はとても気持ちいいんですよ。大きな声で叫ぶと最高ですよ。でも、悪者が居座っていて、登れなくなっちゃったんです。お願いです！私のワンダーシードをお譲りしますから、また山登りできるようにしてください。かわいそうに、こんなことするだってクッパジュニアの使用座に違いありません。よし、みんなの山とグランドシードを取り戻しに山頂へ行きましょう。で、これまでの動画はさ、ずっとグランドシードのことをグランシードってずっと言ってたんだよね。申し訳なかったです。ここでちゃんと覚えておくから勘弁して。いや、ワンダーシードとグランドシードごっちゃになっちゃうよな。さあ、左下、お、難しさ3じゃん。え、この子は何？なんか怒ってる？もう私怒ってます。そこを見てください。ほら、悪者のせいでこれ以上登れないんです。楽しみにしてた山登りができないなんて、なんとかならないんでしょうか。あ、この子をこの芋を使って取り巻きを外せっていう感じでしょ。あー、足んないのか。じゃあこのハテナは何？みんなの広場、謎だらけの、秘密の広場。みんなの広場ってことはオンラインでするようなコースなんじゃない？マリオだけに見える特別なブロックがあるらしい。お、ちょうどマリオじゃん。めちゃめちゃいい。広場に隠された、フラワーコインを見つけてみよう。一人で見つけられないときは誰かと一緒に探してみようってことだから、やっぱオンラインでするようなコースなんじゃない？とりあえずなんか見つけないけないんでしょ。これは何？隠しブロック、どんどん上に、あ、速攻1個見つけたよ。これを5枚集めるってことだけど、そんなに難しくないかもしんないね。この土管は入れる。で、右上に出て、ここにもフラワーコインがあるぞ。これなんて言うんだろうな。フラワーコインって言ったらさ、紫のコインじゃん。この黄色の、なんか金色のフラワーの形したコイン、なんて言うんだろうね。で、上にもあります。あれ、どうやって取るんだろう。多分ツタかなんか出てくるんじゃない。一旦左上から頑張って行ってみようか。こっからジャーンプ。いや、絶対無理だ。あれ、なんか右上にさ、ブロックがあったけど、あっちの方に、うわ、どうしよう。うわ、絶対届かんばい、これ。なんかこの辺の土管に入ってポーンって飛ぶとかないかな、大砲みたいに。あったあった、こんなところに突き出ちゃうんじゃ。ごめんね、噛みまくって。もう雰囲気だけで察してね。右下行けるんじゃない？いや、やられちゃう可能性はあるんだ。うわ、どうしよう。右下これ行ってみる？なんかありそう。ちょっと、亀ちゃんで、行けるか？今なんかあった？ほらほらほら、隠そうってあってさはいかねえぞ。どんだけマリオメーカー2やってきてると思ってんの。もうそんなね、孔明とかそういうのは大体あらかたどこら辺にあるとか把握してるんですよ。この広場もすごく怪しい。一旦土管全部調べてってみるわ。ここ入れない、入れない、入れない、入れない。この土管全部入れないわ。この上は？この上はさっきの場所か。ってことは残り1枚だけど、これ2つ目のフラワーコインじゃん。だから1個目がここにあった。で、2つ目がなんかこの辺になかったっけ、この土管とか。だからこの辺にあるとか、そう推測してるんだけど。このブロックはコイン、コイン。いや、僕ね、やっぱここが怪しいと思ってるわ。ここになんかあるんじゃねえかなみたいな。だからここ探してってみるわ。隠しブロックとか、いや、左上怪しくない？ここに泡を乗る。泡で乗って、わかる、あの左上の壁のところ、壁キックしたいんだよな。うわ、なんもねえ。いや、いかが、うわ、むずっけ、ここ。え、どうしよう。ちょっと見つけるまで飛ばしていいかな。ここだけで長尺になりそう。みんな見つけたよ。これなんじゃないの。この紫のところがあるじゃん、この背景っていうのかな。ここすごい怪しくない？ここになんかありますみたいだ。いや、なさそう。ここに隠しブロックとかっていうか、あそこの真下を叩くのがマジで難しいんだよな。ここで、いやー、ちょっと、めちゃめちゃ長い戦いだったって。これほんと難しい。これマジで4人くらいでやってみたいね。
見て見て、僕の恥ずかしいところが写真に撮ってる。そんなとこ写すなって。さあ次に進もうか。左、お今度星4じゃん。で左下、うわ星4行ってみてな。とりあえず簡単なとこから行ってみていい。ヘビムシの雪山登山道。よしや、とっても敵に当たってもダメージを受けない、それは知ってます。コースが難しい時には活用してみてくださいね、皆さんも。でこの子は何、かわいい、見て見て、あの目、あの十字になってる。もうなんかさ、自分が殴ってんのに誰かにやられてるみたいな顔してる。これ踏めんのかな。ですよね、踏めないよね。ケツは踏める。クリーボー寝てんじゃないわよ、そんなところに挟まっちゃって。で一応助けてやるけど、あなたは襲ってくるんでしょ。一旦踏んでおこうか。で右に進む。アイテム欲しいな。ワクワクするよね。でも僕ね、福岡に住んでるから、雪とは結構無縁な地域なんですよ。まあ東北に住んでるとかだったら雪とか逆にもう鬱陶しいって思うのかな。これはゾウで倒せる。ここも倒しておこうか。このハテナはスター。いやこのスター取ったらさ、なんでかもう走っちゃわないけないっていう、なんか駆られない、そういうなんかあるよな。うわあ、取っておきたかったな。まあいいやまあいいや、この袋もどっか行っとって。で左手も最低。もうさ、新キャラをなんかさ、もうちょっと紹介してもいいかなと思うんだけど、で襲ってくるのが早いからもうすぐに攻撃しちゃうんだよな。この袋も可愛いね。はいはい、紹介終わりました。この子の名前なんて言うんだろうな。中間ポイントゲット。10コインが全然集めれてないような気がする。ちょっと待って、この子どいて、めっちゃ早っ。今さ、勢いで倒しちゃったけど、すごく早く動いてなかった。この子この子、なんかイメージ的には赤い花ちゃんっていう感じかな。なんか多分そんなイメージだよね。この右側、うわ紫コイン1個か。あ、ワンダーシード取っておこうか。これは壊せない。さっきのパンチングマシンのやつに壊さなきゃいけない。あ、そうだよね、こっちまで来てくれる。来た来た来た、ありがとう。もう名前忘れちゃいましたけど、あの子の確かヘビムシか、ヘビムシ。あ、お、これは風の抵抗は受けない。もしかしてゾウさんだから、普通のに戻ったら風の抵抗を受けてめっちゃ進みにくいとか、そんなあるかな。10コインメッケ、あの10コイン取っていく。うわ1個目取ってないのか。ちょっとこれ戻っていいかな、後でここ戻って。いやこれもうワンダーシード取ってるからさ、違う、ワンダーフラワー取ってるから、これもう戻れないんじゃない。一旦もうクリアしちゃおうか、このまんま。じゃあもういいや、何も気にしないでいく。ここはね、芋2個だったし、あ、クリアして、芋がゲットできるのと、これちょっと上行きたいね、できるのと、左上にある芋を取ったら終わりっていう感じだと思うからさ、じゃあちゃんとゴールしていきたいと思います。もうなんか安心感あるよね、もうここまで来たら芋を絶対にね確保できる安心感と、もう10コインを全部取ってたらちゃちゃっとゴールしていいよみたいな。さあ最初からやり直して1枚目の10コイン探していくんだけど、もうちょっとさ遅く進んでった方がいいかもしんないね。ちゃんと散策しながら、もう結構さ、もうパン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 いっちゃう。ありました。もう僕ね、ちゃ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 いっちゃう癖があるからさ、そのせいで10コインを見逃しがちっていうことがあるから、もうちょっとスローテンポでやっていくことを心がけます。見て見て見て、こんなジャンプの仕方があるんだ。めっちゃ可愛いじゃん。さあ次は待ちに待ったレベル4のコースだね。バッチチャレンジ、壁登りジャンプレベル2か。レベル2で星4なの？レベル3とかレベル4とかなったら星5とか6とかなっていくんじゃない？ジャンプ中に壁にくっついて B を押すと、まあこれは前見たからいいか。だからここの壁に乗るじゃん、そしてもう一回壁ジャンプしたら真上に飛べるっていうバッジをつけてるんだけど、まあ、これをね駆使しながらどんどん進めっていう感じですね。まあ、これでレベル4だからめっちゃ難しいんだろうな。まあ、ここはそうでもない。でもねマジで慣れないこれ。いやちょっとおばちゃん、つらいこいつ本当に慣れないのよ。このいや、このね、やっぱね、壁ジャンプって言ったらさ、普通斜めに飛ぶじゃん。真上に飛ぶっていうシステムが全然慣れなくて、しかもさ、これずっと上に飛んでくれればいいものを2回目は斜めにジャンプするから、それをまた慣れないね。どっち行こうか。右に行くわ、もう右にいるから。こっちね、オッケーオッケー、ありがとうフラワーさん。このフラワーの名前なんて言うんだろうな。赤いフラワーとオレンジ色のフラワーがいるけど、あの赤いフラワー結構イケボなんだよな。届くか、いけるか、よし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 。で
これは左に、あよし僕は生きるぜ。そうやすやすと落ちてたまるかってんだ。で、ここが上、で、ここも上に行きます。はぁ、オッケーオッケー、深呼吸して左から攻めるか右から攻める、うん、どっちも一緒の、あ、これは右に回ってるからこっちに行った方が楽なんじゃない。あ、そうだよね。で、これは左に回ってるからこっち向きで、次は右回りだから右向き、こうなる全然余裕。なんか星4っていう感じしないな。僕からしたら星3か星2ぐらいのような気がするけど、どうもありがとうございます。これでクリアだね。てっぺんを取る余裕だってあっちゃうよっと。じゃあまだ1個行ってないところがあるよな。そうそう、これこれ。そして右上のパックンのところ、あの取り巻きのところ行って今日は終わろうか。これは氷つるつるずんどこの谷、難しさ3。普通のステージで難しさ3って初めてじゃない？なんか難しさ4のサイが襲ってくるやつあったんだけど、この子がずんどこっていうのか。え、氷はもう氷ないのかな。もうストック切らしちゃった。この氷ゾウさんだったら取れめますよ。ちょっとちょっとやばビビってスタート押しちまったじゃねえか。もうなんかビビったらスタート押すくせやめなさい。じゃあこれは泡、いや一回取っておこうか。泡フラワー、あ、泡フラワーじゃないのね。これもしかして溶かせる？あ、溶かせる、溶かせる。なんかファイヤーで 2,3 回当てたら溶かせるのか。ヒップドロップでは壊せはしない。まあいや、一旦もう進んでいこうか。これどっから飛ばしてきてんの？あいつか。この下ドカンとかはないね。僕が蹴ることとか押すことはできないか。これファイヤーで溶かして取るみたいな。あー、なるほどね。やっぱヒップドロップでは無理だよ。あ、壊せる壊せる。じゃあこのでかいやつも壊せる。いや、ちょっとこれ邪魔くせえな。これなに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 、やめろやめろちょっと待ってって、これ一回溶かしておこうか。もうこれ邪魔くせえなあいつら。いや、こういうのでもめちゃめちゃ楽しいよ。もっと僕を翻弄させてくれないか、ずんどこさんよ。いや、のこのこ倒してよかったかな。こののこのこ、あ、やっぱりいる。こののこのこでも壊すことはできる。で、あのハテナの中にきっと何か大事なのがあると思いますよっと。もうね、リアクションが分かんない。あんなさ、氷1個出てきた時、うん、それだけなんかいとか、もうそんだけかいみたいな、もうリアクションしかできないのよ。じゃあここのさ、この黄色ブロックの中入っていこうか。黄色ブロックじゃない黄色土管ね。で、今ヒップドロップしながら入ったらスムーズに入れたね。で、これは溶かしちゃっていいのかな。一旦このまま行こうか。あ、そうしないと上に行けませんよみたいな。もう一回やりたいね。もう一回やる？いや、でもやっても特に何もないと思うんだけど。あ、右に10コインあるね。あの10コインは取れない。え、どっか上から行くところあった？あ、上に隠し通路があるとかそんな感じかな。この左は？左も特にないか。じゃあどうやって行くんだろう、あそこ。まあ、いや、一旦右の土管入ってみよう。そして他の行き方がないか調べてみるわ。あいつどんだけやりたいんだよ何回やりたい、子供かあいつ。で、一旦左からもう一回やると何か変わってるとかそんな感じかもしんないね。さあ戻ってきましたよっと。と思ったけど誰もいないおいおいおい、どうした、学級閉鎖か、みんな風邪でも引いちまったか。じゃあ右の行き方どうしても分かんねえな。ちょっともう一回右側まで行ってみるわ。やっぱどうしても行けない。どっかから落ちてこいっていう感じっぽいよね、あの感じだったら。だから右側に落とし穴とかあるんじゃない？あった、絶対これだ。怪しい、ちょっとかけて行ってみていいかな。あー、やっぱりね。で、ここで10コインが取れました。オッケーオッケー。残り1枚か、あと1枚だけ取って。これ上戻れない？あ、上には戻れないのね。じゃあ土管の方に行って戻りましょう。で、残り1枚の10コイン取ったらもうチャチャと行きますよっと。もうね、全部集まったらマジで安心感すごいからさ。残り1枚もそんなに遠くないと思う。あ、ここで中間か。レッツゴー。あ、これ乗っていこう。これあえて乗っていく楽しみを感じたいね、マリオやってるんだったら。これは、で、これも乗っていく。で、これ乗っていっていいのか。あっ、待ってありがとう、自分でも素晴らしいとちょっと思ってしまったよ。で、これで全部集まったからもうゴールちゃちゃっとしたいと思います。もう全部無視していいと思うよ。この斜めの土管に入れるとかは、
ないね。ごめんね。どうしてもこういうのちょっと試したくなっちゃうんだよな。でもワンダーフラワーがどっかにあると思うんだけどね。そうしないと芋が取れない。こん中か。いや怪しい。いやちょっと待ってって、お前いいって。その中にワンダーフラワー隠れてんじゃないの。何もない。え、マジで何もないのあれ。え、じゃあワンダーフラワーはちょっと探していいかな。ちょっと探してくるね。見つけましたよ皆さん。この光だ。この光をヒップドロップすれば大体出るということは前のコースで分かってるんですよ。さあここから何が出る。あ、今度は雪が地形になってぐるぐる回ってるから。ん、これ難しい要素特に何もないね。この辺におっとけば全然余裕じゃん。敵もさ全然来ないし。あ、こん中になんかあるのかな。うわ、ゴールぶっ飛ばされたって。これもう一回ゴールしなきゃ、あの芋くれないやつじゃん。まあいいやまあいいや、どうせ2回する羽目になるんでしょうこのコース。これハテナブロックは何。いや、くっそ取れてえな。これ何何。フラワーコーン1枚いりません。で多分この右側にね芋があって、このコースが終わると思うんだけど、このコースっていうかこのワンダー状態っていうのかな、このワンダー状態のことをみんななんて言う、なんて言えばいいんだろう。ゴールできんの。ゴールできねえ。突き刺さってるポール、ゴールできねえ。面白いあれ。でここで、あ、ちょっとゴールの雰囲気違うね。なんか黄色と赤になってる。これは裏ゴールっていう感じかな。あー、やっぱりさっきのゴールしないと芋全部集まらないよな。お、なんか出てきたね。これはちょっと一息、ずんどこの千本シュート。うわちょっと面白そうだけど、先にこっちの芋取っておくね。まあ特段何をするわけでもなく普通にゴールするだけなんだけどね。やっぱこっちは普通のゴール。旗が黒色になってるね。これ千本シュートって書いてるから、千本シュートされる何かを避けろとか、自分で千本シュートしろとか、そんなコースなんじゃない。千本って言ったらめちゃめちゃ長い時間になりそうなんだけど、これは、え、これ避け続けるだけ。え、全然余裕じゃん。あ、いつかこの中からさ、あの芋とか出てくるとか、そんなんなんじゃないかな。長っ。これ千本待っておけて無理だって。そんな時間ねって。おい、ちょっと倒していいかな、そんだけかい。舐めすぎだろ。千本シュートとか紛らわしいこと書くな。はい、ここをクリアしたんで右上に行きます。ここで最後にしようか。これはステージなんかな、それともただの村人がいるっていう感じのところなのか。なんかコースっぽいね。メリコンドルは飛んでくる。メリコンドルっていうぐらいだから、何かメリコンでくるんだろうね。まあそのまんまのことを喋っただけなんですけど。さあ、あ、このブロック貫通してくるみたいな。絶対そうだよ。もう顔がなってもうめり込みそうだもん。めっちゃとんがってるもん。ほらほらほら、結構早いのね。踏むことはできる。この子も踏むことはできる。で、ファイヤーでは、いや倒せるとは思うんだよね。もうファイヤーとゾウさんの花、このマリオワンダーでは最強っていうのは分かった。あいつら僕のこと狙ってないよね。君だよね。自分だけ逃げようとするな。ちょっと狙わしてみたいな、この花にさ。大変だって。お前が大変にさしてるんだよ。喋ることも多くなってくんのよそのせいで。はい、落ちていって、下になんかあるとかそんなの、ちょっと行ってみていいかな。なんかありそうじゃないこれ。いや、どうなんだろう。いや、ないような気がする。行ってみたい気持ちが。泡が出てきた。ここは泡を駆使していけっていうコースなのかい。まあ大体ね、あの任天堂公式が用意してるアイテムって使った方がいいことが大体多いんだよな。さあ、この花を取って V、 何かに勝ったのかな。うわー、早っ。意外と早いな。個体差あるんじゃない。この子は早いで、この子は遅いみたいな。あの10コイン最初だったらいいな。頼む、1枚目でやってくれ。1枚目。勢いですね。僕から勢いを取ったら何も残りませんよ。ナイス、ありがとう。そしてここも全部壊してって、あ、これは上に行けるやつだ。このフラワー可愛いよな。
でここで10コインが2枚目あるっていう感じなんじゃない？いやこれ爽快感マックスのやつじゃん。いやこのステージだけ欲しいよね。このステージで超激ムズみたいな一回やってみたいけど。いけ、うお気持ちいい、よしめっちゃ気持ちいいだろ。で中間ポイントも取らせてくれますと、メリコンドルが叩いてくれてファイヤーを出します。これも結構使える時もあるんだな。この右下のブロックすげえ怪しいね。叩いてみようか。何もない。ヨッシーとかさ出ないのかな。ヨッシーキャラクターで使えるのは知ってるんだけど、やっぱヨッシーに乗って冒険したいところもあるよな。これちゃんとアップで、いやこれヒップドロップしてワンダーフラワー、いや出ないか。いやこっちだってなんてなんて、僕見てただけなのに。確かにこれ見てる方も結構ドキドキするかもしんないね。なんかゲームするときってさ、見てるとき人の見てたら結構なんか体動いちゃったりしない？僕結構するんだよね、マリオとか人の見てると。見つかりました。うん、右上にあります、あのワンダーフラワー取っていきますよと。さあこのワンダーフラワーは何をしてくれるんだい？え、なんか違う。これなんか公式で見た。うわ面白い。これジャンプとかは、あジャンプはできないんだ。だからこれでメリコンドルを避けていけっていう感じね。これ跳ねるんだ今知ったわ、全然わからなかった。メリコンドルがなんか中途半端なところに行ったけど、もう左の紫恋はいいか。いやこれ地味に見つけ、なんか操作感が来る。一回アイテム使っていいかな。アイテム使います。で右に進んで、ここも来る。危ねえこいつら、待ってちょっと反射神経いる。これさ星2だったじゃん、難しさが。星3ぐらいあるんだけどな。さっきのカビキック、これはメリコンドルに壊してもらわないと無理。時間が結構あるから優しいね。やっぱさっきの星4の方が全然簡単なような気がする。こっちの星2の方が全然難しいんだよな。一旦これ叩いてみようか。このブロックもすげえ怪しい。あ全部集まってないか。じゃあ10コインどっかあるんだろうな。え、この下なんかなかった。あーやっぱりね、なんかメリコンドルがさめり込んでたからなんかあると思ってました。でこれはメリコンドルにパウを発動させたら10コインが落ちてくると僕は見たね。来るか来るかよーしまだまだ簡単。このコースはねさすが星3、あ2か、星2なのに結構難しいんだよね。まあこれで全部集まった安心感すごいから、ちゃちゃっとゴールしていこうか。じゃあね。さあこっから右側に進めるようになるんだよな。で黙々鉱山に行けますみたいな。あいやまだ違うな。4合目って何？山を登る時に使う言葉みたいな感じかな。今山の4割ですよみたいな。たとえ吹雪に見舞われようとも何でも売っている、何でも嫌です。これはバッチはやっぱ全部集めていきたいよね。そして芋はいらない。あまだ右側あるよ。あこれ買ってんのか。バネルクジまたあるもうパネルくじ引いちゃおうか。ソシャゲで N ランクぐらいしか出なそうなこのパズルくじをやっていきたいと思いますよ。ヨッシーの決めポーズ、いやまあまあいいんじゃない。これ普通の R レベルだよ、レアレベル。もう一回やっていきます。スーパーレア、これスーパーレア。いや微妙、これは N だね、 NL。 もう一回買っていこう。これ楽しいんだよな、どんなのが出るかなみたいな。これ絶対スーパーレアじゃん、やったもうだって枠が黄色を輝いてるもん。いや最後にいい終わり方できたね。どうもご視聴ありがとうございました。